さあやってきました、福岡県福岡市南区ロジア、ルナシーのねロジア。まあ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 じゃないの。ちゃんと俺は考えてますからね。そう、もう2秒ぐらいで収まってるものは大丈夫なんですよ。福岡県民と触れ合いながらお題となる自慢を探すこちらの企画。ロケでは県民が秘めている自慢を身近な町内放送のように披露してもらいます。わが町自慢バリハヤ町内放送。わが町自慢、ペイペイドームに展示、一般人の神業歯が歯が。ちなみに去年一般人の神業粘土細工ってやってます、覚えてます？覚えてますよ。多分なんか体感2時間ぐらい歩いてた。本当に一般人はダメです。次からは冷や唐揚げ。無人だから人いないのかな。ある、ちょっとお話聞いたりできますか。あ、いいですか、はい、一般人の神業歯が、これ何のことか分かります？これ地元、知らないってことでいいですか。うん、いや、なんか気に食わんない。じゃあちょっとこちらは冷やし唐揚げの、はい、冷やして食べる唐揚げです。あ、凍ってます。あ、凍ってる状態でそのまま食べて美味しい。はい、こがけんさんが立ち寄ったのは唐揚げ専門店。名物はなんと冷やしたまま食べる唐揚げです。ごまがいいですね。うまいわー。うまいが出ました。これ本当に香ばしいし、なんかいい方に解釈できるような冷たさと硬さ。いやー、これはちょっと良かった。なんだここ、ちょっとお話いいですか。あ、こんにちは。表でいいんですか。あー、一般人の神業歯が、なんていう方なんですか。ヨーソンさんにニックネームというか、はい、そういう名前ですよね。そうです、本当の名前じゃないですよね。はい、本当の名前は吉住さん。あ、本名まで知っている。はい、もちろん、はい、吉住さんなんですね。はい、この辺だとね聞きましたけど、あ、吉住さんね、ちゃんと一般人のお宅ですよ。あら、あ、どうも、こがけんと申します。あ、ペイペイドームに展示、一般人の神業歯がを描いてらっしゃるのは吉住さんでよろしいでしょうか。はい、私が葉っぱ太郎でございます。葉っぱ太郎。まさかのネーミングが増える。かつてはヨーソンとして活動し、現在は葉っぱ太郎と名乗る吉住正隆さん。そんな御年82歳の吉住さんが見せる神業の歯がとは。うわ、これはすごい。全部葉っぱで、白い葉っぱもあるんですよ。これ全部葉っぱですか。街中で集めた植物の葉っぱを何枚も重ねて貼り付けて描く葉が。作品の一部となっている葉っぱは3年以上かけて防虫処理や色落ちを防ぐ作業が行われているんです。落ちてる葉っぱを拾うしかないってことですか。いや、それは木に登ってね、バーッと取ったりもします。あ、それ大丈夫なんですか。いやいや、もう細い木にね登ってね落ちたこともありますよ。あ、いや、葉っぱ太郎さんのその無事のことを心配してるじゃないんですよ。その勝手に木に登って葉っぱって取っちゃっていいんですか。いや、いかんですね。これまで1万点以上の作品を手掛けてきた吉住さん。中でも完成までに3ヶ月も要した大作はペイペイドームに飾られているんです。それがホークスの象徴でもある鷹。選手たちがミーティングを行う部屋に飾られていて、高々と羽ばたいています。当時王さんが監督やったんですよ。今のペイペイドームに行って、うん、王さんを訪ねたらね、うん、留守やったんですよ。はい、だなんか総務部長かなんかとかいう人が出てきてね、うん、プレゼントを王さんに渡してくださいと、はい、
言うて、ホークスがちょうど日本一になった時ですか。そうです、はい、これはだから何かのイベントでとかではなくて勝手に上げたって、まあ、寄贈したっていう形なんですかね。そうです、そうです。そしたらね、選手のなんかインタビューがありえないですか、はいはいはい、そのバックにね、私の作品がバッと映る時ありますね。あら、ちょっと嬉しいんじゃないですか。嬉しいですよ、ね、それでは吉住さんが20年以上かけて集めた葉っぱで、こがけんさんが花作りに挑戦です。元の葉っぱの形をね、ある程度ね、利用したいなっていうのあるんですよ。そうするとね、ちょっと難しいですよね。思うようにいかんのが葉っぱなんですよね。やっぱ葉っぱってうまくいかない時ありますか。やっぱいや、もうそれがもう楽しいんですよね。それね、うまくいかない、うん、自然なものですからね、葉っぱは。思うようにいきすぎると面白くない、ね、作り始めてから30分。師匠、完成しました。見せてください。はい、こちらでございます。すごい男らしいねもうね、いいですか、本当にもう元気がいい、はい、作品ですね。あ、本当ですか、はい、力強さを感じますか。力強いです。一旦じゃあ才能ありか才能なしか聞いてます。あ、じゃあちょっとこちらの作品、才能ありか才能なしか。センスがありますね。うん、もう才能大ありです。才能大あり、はい、ありがとうございます。全然違う番組を意識してないですか、ちょっと大丈夫、それこそプレバトみたいになればいいなと言ってんじゃん言ってんじゃん